深層水ミュージアムは、静岡県焼津市岩志ヶ島にある自然主景博物館。焼津漁港の駿河湾深層水水産利用施設の一つである。駿河湾の海洋深層水に関する情報、資料を公開し、普及、啓発を図っている。最大水深2500メートルを測る駿河湾は、日本で最も深い湾として知られ、水深200メートル以下の海水にあたる、いわゆる海洋深層水が豊富に存在する。海洋深層水は、気候変動や人間の活動、プランクトンの増殖などの影響をほとんど受けず、常に一定の水質を保持することから、水産、食品、医療など各種産業活動での利活用が期待されており、静岡県では駿河湾深層水として県を挙げて深層水活用の研究を行っている。焼津漁港には水深397メートルから汲み上げた深層水の取水口が設けられている。深層水ミュージアムは駿河湾深層水水産利用施設の一つとして海洋深層水の活用法について解説する展示を行っている。また、タカアシガニやオオグソクムシを水槽で生態展示するほか、ラブ科の標本などを展示している。併設施設として、取水供給施設と脱塩施設があり、水深397メートルから汲み上げた海洋深層水を一般向け、または事業者向けに販売している。ありがとうございます。